充電するときはこのあの USB ケーブルを使って充電します。でここの側面 SD カードをあの入れたときと同じようにこの側面を開きますね。それでこの USB ケーブルをUSB ケーブルを挿してえっ、ー、と反対側を適当なあの USB のこう電源につなげると。でこれ実際にこれが今電気が来てますから、あ、そうですね、これ充電中になるとこういうふうに赤いランプが点滅するんですね。充電が終わるとどうなるのかな。これほぼ充電いっぱいしてるはずなんですけども、多分充電が終わるとこの赤いランプが消えるんじゃないかと思いますけども。